あのパトカーの音できてると思ったらできてないで、なんか手をぐるぐるする人で終わったわ。なんだっけ、手首ぐるぐる手ぐるぐる合わせてぐるぐる手ぐるぐる、何はすんじゃボケな、腹立ってきた。俺につまんないこと言わせたカエルぴょこぴょこが早口言葉、ああいい度胸だな早口言葉、ああ自分が面白くないのをね全力で他のせいにする、それはもうユーモアだよ、面白いおもろだよそれは。はい、ということでね、どうも、世界で一番面白い、YouTuber です。はい、世界で一番面白い YouTube 動画投稿者です。はい、ありがとうございます。やっぱりね、分かったごめん、本当はあのみんなのために自信を持たないようにしてたけど、分かったんだよ、なんかどこかでみんな芸人さんの方がどのこうのだろうなとか思ってたけど、やっぱり俺は面白い、そう思わないとダメな領域になったかの知らないけど、見て分かったけど、面白いっていうより喋ってる時が楽しいのよ。芸人さんがどんなに面白い漫才しても俺が好きなことしてる時の楽しい時間には勝てないってことが分かりました。あ、でも芸人さんの面白い動画見ていきたいので、おもころのね、匿名ラジオとか、ようやくなんで今更匿名ラジオとかおもころを見て笑い出すっていうねなんでもうお前のなんかそのユーモアの感じだと、もっと後でもね、てか先でもよかったのに、なんで俺匿名ラジオ見なかったんだろうな、分かんねえや。あ、最近見るもんがなくなってきたからようやく見たわ。ミルクマンじゃなくて、なんだっけ、ミルクマンだっけ、ミルクボーイだっけ、ミルクボーイだよね多分。ミルクボーイさんのコントもなんか全部見ないな。でもいいよね全部見なくても、なんか興味が注がれたタイトルだけ見よう。あー、チンポチンポチンポ、もちユーモアなんかどうでもいいけどどうでもよくないわ。ん、どうでもいいけどどうでもよくないって姿勢が一番いいんだよ。半々、どうでもいい半々、どうでもいい半分、どうでもよくない半分、いや、どうでもよくない 60% にしとこう。いや、俺の好きな数字どうしようかな、 あんま言いたくねえわ、俺の誕生日だから。まあ別に俺誕生日バレてるかな、わかんないな、俺の誕生日バレてたっけ、まあバレてもいいか。俺の好きな誕生日は、俺は誕生日が好きなんで嘘です、うん、誕生日、あ、まあそこそこ好きですよ、何より好きだろうな、別に嫌いな曜日もうねえもん、ニートだから。嫌いな曜日はさ、俺が学校行ってたら月曜日とか言うんだろうけど、もう俺ねえから、うん。好きな曜日は、月曜日と水曜日と木曜日だね。ジャンプとマガジンとサンデーとヤングジャンプの発売日なので。はい。あ、でも一番月曜日が好きだな。なんでかって、ジャンプが発売されるから。ワンピース見れるからな。あ、ワンピース毎日見てえな。なんかもう、時間の歪みみたいのを作ってさ、一日、なんかもう、その空間だけは、10日間。てか、1ヶ月、その中で時間が経ったら、こっちで言う1日くらいにしてほしいわ。いや、1時間だな。精神と時の部屋やった方がいいな。制限なしの精神と時の部屋。チンポチンポッポチンポチン。でもなんだかんだ言ってさ、サイヤ人4もさ、スーパーサイヤ人ブルーもさ、スーパーサイヤ人5とも身勝手の刻印も全部かっけえな。もう悟空がいるからもう全部かっけえわ。ドラゴンボール見たわ。普通におもろかったな。普通に面白い。うん。でも俺も評論家気取りするやつ嫌いだ。読みづらいってなんかよくわかんないな。なんで文句言うんだろうな。文句言うのやめてもらって、文句言っていいの俺だけだよ。うん。本当に王様思想になってくる。ちょっとこれはね、あ、でも別に外でこんなこと してないですからね。大丈夫だよ。みんなが心配しなくてもしてるわけないから。うん。ああ、もう頭おかしくなったから、もう自由に行くわ。自由にやらせてもらいます。でも人は結局自由を使い切れないんだよな、とか言ってる人いたけど。何？それっぽいこと言わないで。それっぽいこと言っていいの俺だけ。俺はそれっぽいこと言うのが本当に得意。
smoke on the water. チャン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 チャチャン。チャン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 。チャン。でも、止まってよさんのあれはおもろいね。誰も傷つけない笑い最高と思ってる、ネラ猫。ノラ猫。まあ、止まれさんだけど。なあ、まあ、そういう関係ないやつシリーズは笑っちゃうな。いや、よく考えたら面白くなかった。面白いけど。あ、なんか、お口が乾いてきたな。口、やっぱ喋ってる時ってずっと口呼吸だよな。あれ、辛いな。あ、そうだ、鼻水。鼻水だ。すごい。薬飲んだら鼻水止まるわ。やっぱ薬って嘘ついてないんだね。すげえわ。うん。薬すご。俺はいっぱい嘘ついちゃうの。でも嘘ついてもすぐね、バラすけどね。だって、嘘を背負っている状態に、耐えれるほど、その、精神体制っていうか、精神防御力が低いので、嘘をついている状態がちょっと続くと、やっぱ潔白じゃないとさ、精神が弱いから、今はね。うん。戻ったらもっと強くなるからな。ということで、なんと、やっぱ僕はね、パンツなので、やっぱり、パンツを見せても別にいいんですけど、パンツからね、金玉が見れたらバンになっちゃうので、ちょっと布団で隠します。大丈夫かな？取ります。全然隠せてねえ。今から俺がやることは、皆さん、なんて言うんだろうな。な、青生地みたいになってきた。青生地ってあれ、小田先生の実体験なのかな。ぼーっと過ごしてたら、なんだ。あ、忘れた。本当に合ってる。やっぱぼーっと生きてちゃダメだな。脳みそ刺激していかないとって。刺激していかないと。Smoke on the routine and bam 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 bam。 浅くするよ。俺やっぱ自分の浅いところ嫌いだったけど、これも俺なんですよ。めちゃくちゃ浅い替え歌。あー気持ちいいけど、誰も絶対笑ってくれないけど、いいな。絶対、あ、10滴のところ12滴くらい入れちゃった。まあいいでしょ、許してくれるよな、アロマ。は？間違えた、普通に。そうだよって言わないの。許してくれるよねって言ったら、うんだよな。なんでそうだよって。俺もなんかさ、喋らないものが喋るときの声全部そうだよになっちゃうんだよな。いや違う。わかった。俺の潜在意識っていうか無意識的に思ってることがわかった。肯定してほしいんだよ、俺は。ああ、バレちまったよ。ね。物喋るとき占いでバレちまった。ね。普通は喋らないものが喋ったときにどういう言葉出るかも占いでバレてしまった。俺の潜在的に思ってるものは。やっぱ褒められたいよな。うん。最近褒められてないからな。うん。ね、褒められたくてやってんのかな。いやでも褒められたいよ。でも褒められたいからさ、やってるんだったらさ、続いてないでしょ。うん。やってたらいつか褒めてくれよって感じでやってるだけで、やっぱり俺は自分が面白いと思ってやってるし、うん、これが楽しいからやってるんですね。うん、ってなわけで、何しに行こうかな。しょんべんをして、飯、ちょっと一応冷凍庫とか冷蔵庫見ていこう。美味しそうなものがあったらね、美味しそうなものあったっていう確認だけして、あ、ちょっと時間経ってお母さんが帰ってきたら美味しいものを食える状況にあるっていう幸せを偽造します。はい。
どうも諸君ども、諸君どもさっきも幸せを偽造するって言ってたけど、何言ってんだろうな。まあそういう間違ってるのも含めてね、おもろだと思ってやってください。うん、面白くなくてもいいんです。おもろって思うだけでいいんです、ね、それはダメだ。いいけど面白がってくれるならいいや。ああ、キンキンに冷えた麦茶がとても美味しい。浅いユーモアをね、100回やったらドラゴンユーモアですからね。こういうことばっか言いたいんだよ、本当は。加藤純さんのコメントに出てくるさ、〇〇を100回やったらドラゴン〇〇みたいなさ。でも俺これに耐える派じゃ、それだけやばいな。俺がユーモアのこだわりを捨てるくらい俺今疲れてるんだ。あと全然食べ物の確認しなかった、めんどくさくて。なんかめちゃくちゃまずいふりかけがまだあった。それもめちゃくちゃまずいふりかけのシリーズで全く封が開いてないものがね、まだあったのがちょっと面白かった。おもろって思った、ね、なんで面白いかって思ったのか。新品がさあるのって面白いからな。別に最近買った新品ね、古くからある新品っておもろいなと思って。封が開いてねえのはもう新品みたいなもんだから。はあ、この向きで喋るのもなかなかおつなものですな。おつなものですなって言いたいだけです。はい、言いたいだけのこと全部言っていこうかな。あ、もうねえわ、もうなかった。はい、完了。夢叶いました。チン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 。あ、もうさ、なんだろう、辛いのかな俺これやってたら。あー、でもね、ちょっと義務的な何かあるのかな。楽しいのに頑張ってる感じはするんだよな。いや、そりゃ面白いことするのは頑張らなきゃ できねえからなって思ったけど、でも頑張ったって面白いことできないよな。うん。ああ、今日はここら辺にしようかな。ちょっとサイヤ人編見たいから、ドラゴンボール買って。ドルク立山ドルク、ファイナルファンタジー、ドゥルドゥルドゥルルンっていうのを俺はずっと立山ダルクだと思ってるんで、うん。立山ダルクって響きいいな。まあ、そんなこんなでね、羽島清志郎の雑談終わろうかな。いや、終わりたくないな。全くもって終わりたくない。全く。チン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 チチチンチンチチチチチチチンチチチンチンチチチチチンチンチンチチチンチチチチチチチンチチ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 ンチチ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 ンチ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 ン。やめた、忘れたもん。ボヘミアンラプソディ最近聞いてねえな。なんかクイーンが入ったから聞いてないけど、俺クイーン結構好きなんだよな。だからやめとこ、あとでクイーン聞くわ。ああ、クイーン俺好きだし、クイーンのベストアルバムもね買ってた。サブスクっていうものがあるの知らなくて。ね、いやでもサブスクマジで便利、貧乏の味方。別に汚くない、なんかついたなって思って、なんかついただけで汚ってちゃう。俺以外のもの全て汚いと思ってんだろうね、潜在的に無意識かで。うん、
てな感じで、あ、終わりたくない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 、この顔ちょっと面白くない、終わりたくない、終わりたくない。どうも、ユーモアに狂わされた男、羽島清志郎です。何回挨拶するの？いや、もう挨拶したくなったら何回でもするぞ。でも昔はやってたよな。はい、今日の動画も見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価、高評価、グッドボタン、ぜひぜひお願いします。ということで、じゃあねー。あー、終わった。あー、疲れた。疲れたな。ダリー。あ、じゃあね。はまき。あ、切った。切ってないじゃん、さっき。切ってよ。火つけて。早く。なんか、まあ、途方もなく嫌なやつでした。途方もなく嫌なやつだな。タバコじゃなくて、ハマキだし。うん。自分で切れよ、ハマキやるんだったら。息、煙全部吐いて、煙がってるの笑うって。いいキャラだな。ちょっとにっこりした。これが王道の笑いだろ。違うの。あんまこういうのやりたくないけど、こういうのやったらみんな喜ぶんでしょって言って、誰も喜ばないっていうね。喜ばない。あの、噛んでもよくない。あと噛むって嫌なんだよな。あの松本人志さんが考えたから。噛む以外の言葉はなんか、これはさすがに使いすぎてるからなって思って、よく考えたら噛むってなんだ、別に噛んでないもん。でも噛むなんだろうな。うざ、それ以外にいい言葉ないな。早く作んなきゃ。松本人志のね、人志松本の呪縛から逃れないと。うん。でも今度は人志松本の呪縛から逃れようとする呪縛にねえかかってしまうんですよね。もう呪縛祭りだよ、人生は。ピースしたいけど指紋取られるのでやりません。本当に取られた時嫌だからな。あー、腹減った腹減った、腹腹腹腹腹減った腹減った腹減った、ハラ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 減った、ハラヘツタ、ハラヘツタ、ハラハラヘツタ。あれ、なんだこれ。お腹すいたな。チーン、チン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 。年末じゃない年始でお年玉めちゃくちゃもらいたいけど、変に期待して少なかった時のがっかりはすごくがっかりするから、考えない方がいいけど、でも考えちゃうのがクソガキ。でも、あの、俺はガキでもいいんだけど、俺全然自分のことをガキだなとは思ってるんですけど、あの、俺以外の人が俺のことガキって呼ぶね、ムカつくから。うん、うん、俺をガキって呼んでいいのは俺しかいないからな。うん、あと、もう命をかけて俺にガキって言いたいです。あ、もう私の命と交換でガキって言ってくださいっていう、それくらいの覚悟、まあ義を決め込んだやつ、うん、がいれば、あ、まあ、全然命なんかいいから言っていいよガキってぶん殴るわ。もう、うん、言われてぶん殴る。うん、俺のね、3年引きこもった弱々パンチ浴びせてやるよ。うん、何もこもってないパンチ、世界で一番軽くてね、あの、軽くてふわふわとしたパンチをあげます。ね。でもそんなに弱くないだろうな、結局。体重があるから。でも俺のパンチは弱いぞ。うん。覚悟しろよ。この弱さに酔いしれろ。ポンポン。SE を腹で鳴らすと見せかけて、腹はちょっと優しく叩いて口で言うって。もう何もかもがよくわからない。うん。まるで社会。まるで社会。全然違うと思いますけどね。ため息ついちゃった。カフェインは取ったらカフェイン中毒になっちゃうからな。やっぱなんで大人がいっぱいコーヒー飲むか分かった。分かったよ。だってカフェイン中毒だからだ。ちょっとした中毒、ちょい中毒ね。うん。で、お酒飲むのもアルコール依存ね。カフェイン依存で。まあ別に依存してもいいけどね。うん。でもある、まあ、カフェイン依存は別にいいんだけどさ、タバコとかさ、酒とかを禁酒したらさ、イライラしたり、酒飲んだりイライラするってダメだよね、やっぱ。酒って絶対本性じゃないよな。よく考えたら本性とか言ってるやつバカか。
酒飲んでおかしくなって、何がそれが本性だよ、アホかな。ちょっと考えればわかるだろな。なんだこのキャラ、うん、バカが嫌いなんです。で、俺は自分のことバカだと思ってないので、うん、思ってないよ、うん、俺は自分のことバカなんて1ミリも思ってねえよ、めっちゃ賢いと思ってるもん、うん、って思ってるけど、でもそこまで賢くはないけど、そんなこと言うバカよりは俺は賢いよ、うん、あのインターネットにいるうぞうむぞうどもよりはちょい賢い、うん、でも語彙力はない。なんか語彙力で勝負するの違うなっていう俺のポリシーがある。だって語彙力ってさ、知らない言葉が出たら、うわこの人語彙力豊富ですごいなって思わせられるけどさ、そうじゃないの。俺がやりたい笑いは語彙力なんてさ、やろうと思えばできるじゃん、うん、積んでいけば本とかいっぱい読んで語彙力高めこってこうって言って、語彙力をかき集めてさ、まあ、バグバグ食っていけばさとかね、体に浸透させていけば語彙力がさ高まるとは思うんだけど、そうじゃないの。語彙力がすごいやつって世の中にいっぱいいるけど、うん、おもろいやつっていないじゃん。俺語彙力でごまかしたくないの、自分の面白さ。うん、嫌なんだよな、語彙力でごまかしたくない。語彙力なんてすぐわかんじゃん。知らない言葉言っただけでこの人語彙力あるな、多分。うん、バカムカついてきたの。俺のこと褒めろよ早く。なんかもう俺むちゃくちゃだ。まあいいか、むちゃくちゃで。あーでも語彙力が欲しいっていうか、まあ別にいいや、語彙力欲しいって言ってるやつになりたくないんで、俺が一番だから語彙力欲しいなってやつが一番、語彙力わらみたいなのね、ジェットパンチ、うん、ジェットパンチをかますぞ、うん、今日はもう変なテンションです。寝てないし飯食ってないんで、これがユーモアだ、これが面白いものだな。そこまでちょっと自信は晴れない、ちょっと目見れてないもん。でも俺カメラ見れないんだよな。カメラ見たってさ、お前見たって楽しくないんだよ。バチンって切れたよ、どうしよう。ごめんね、お前って言ってごめんね、カメラ。うん、俺ひどいんだよな。なんか物蹴ったらさ、僕ソファーとか蹴っちゃったらごめんねって言うんですよ、うん、あるじゃんそういうこと言う、まあごめんなさいごめんなさいね、言うんですよ。でも内心ではバカにしてる、ごめんねってやつ、わらみたいな感じで言いながら言ってるから、もうおかしい、精神分裂症です。はい。あー体育座りっていいなって思ったけど、なんだ体育座りできない、チンチンでかくないのに、金玉でかくないのに、あ腹が、なんで体育座りできないか分かった、お腹が出っ張ってるからだ。あー賢いなー俺は。痩せなきゃ、ちゃん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 を、ちゃんちゃんさせました。ちゃんちゃんをちゃんちゃんさせました。どう？前衛的でしょ？悲しいな。言ってて恥ずかしくなる。恥ずかしくなってないけど。後で見たらめちゃくちゃ恥ずかしくなるやつね。別に今は全然恥ずかしくない。やっぱ全力でやればやるほど恥ずかしくなっちゃうのかな。まあそうだよね。全力でやった結果、さらなる宝見に行った時、まだこいつ、こんな低みにいるのか、みたいな感じでね。思って恥ずかしくなるんだろうな。恥ずかしいけど、恥ずかしいことは結構いいこと。その、全力でやった結果後から見返して恥ずかしいことは恥じゃない。うん。恥は恥ずかしいことじゃないって言ってんだよね、ヒロトさん。だから、恥じゃないね。チンチーン！これが俺の全力。やっぱやりたいことやってこう。やりたいことやって、なりたいものになれると思うなよ。って言ってたな。それに感心してるコメントにめちゃくちゃムカついた。そのコメントおもれえなって思ってるけど、なんか深いと感じたとか、なんか匿名ラジオめちゃくちゃ面白いけど、匿名ラジオのコメント全部気持ち悪いな、うん、俺こういうあのユーモアで笑えるのでみたいな、なんかキモいやつがいっぱい集まってるよね、うん、でもそいつらがキモいんじゃない、全部キモい、うん、キモくないやつがいないのこの世の中、全員キモい、うん、だからキモいって言っちゃダメだよね、普通のことだから。え、何普通のこと言ってんのって話じゃん、はあ、キモいやつ多いな、うん、でもキモいことが普通だもんな。でもキモいやつらから見たら俺キモいからね、ムカつくわ、キモいくせに俺のことキモいと思うね、ムカついてきた、ムカ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 ムク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 っていうか、なんかあのめちゃくちゃチンポでかく描く絵の人なんでって思っちゃうよね、うん、悲しいよね、そういう人。でもそういう性癖いるんだよな、絵で。ってなっちゃうけど。やっぱ俺、全然理解ができないから、そういうもの。
俺ひどい人だ。本当はそう思ってんだけど、でもさ、やっぱその多様性がどうのこうのって言ってるけど、分かり合えないものってあるじゃん。だから別に今上って言ってるのごめんね。それでそういうね、めちゃくちゃチンポ、めちゃくちゃ尋常じゃなくチンポをでかい絵が好きな人ごめんね、謝る。やっぱそのね、人の価値観が理解できないからってバカにするのは俺はやめるよ。理解できなかったらそっとしときゃいいんだよね。関わらなきゃいいんだよ。なんじゃ俺もなるべく関わんない、全ブロックしていきます。それは違うだろう、なぜ嫌がらせに発展するね。でもミュートだと弱えのよ。でも相手から見れるブロックが欲しい。うん、それがミュートなのかな。ミュートの機能って結構弱くない？最強じゃないじゃん。だからビュートみたいなさ、もうブロックと同じ効果なんだけど、相手は俺のことも見える。でも相手の通知は一切何一つとしてこない。まあそれがミュートなんだろうけどね。へ裏切りね。世界一しょぼい裏切り笑い、裏切り系おもろやりました。加速して G がかかる、それだけが存在証明。加速してギリギリまで、それだけが。これ野々村の真似じゃないよ。気持ち、マインドを切り、マインドって気持ちのスイッチで聞こうとするときのスイッチ。空気清浄機うるさいな。空気清浄機って適当に向くと音鳴らないけどさ、音鳴らないのめちゃくちゃムカつくの。うん、だから音を鳴らせます。めっちゃ伸ばしてね、指。うーら。どこでも音鳴るようにしろ、ボケ。どうも、すべてにイラついてる男です。イラついてることといえば、僕やばのファンアート大体。絵があんま好きじゃないっていう。いい絵ないなって思ったらいい絵あるやないかい。そう思わせといてそういうの出るんだ。どうも、加速して G がかかることを存在証明だと思っている方の羽島清志郎です。まあね、やっぱりね、うん、10円玉って磨きたくなるよね。うん、磨いて一番嬉しいものって10円玉だよな。うん、でもやっぱその磨きすぎるとなんか法に引っかかるとか、うるせえよな。磨いてやってんだぞこっちは。なあ、まあ好きで磨いてんだけど法に引っかかるね、アホな。ならもう常にめちゃくちゃピカピカの10円玉の技術確立しろ、本当に。いやでもピカピカの10円玉ほどいいものはないよねっていう落語の始まり方あると思います。え、銀じるやつのあれじゃん。ということでね、さすがにお腹が空いてきたのでね、ちょっとね、妥協しようかな、妥協食事、妥協飯しようかな。妥協をするときにやっぱ自分は死んでいってるよね。うん、妥協したでも死ぬよね、人って。うん。自分が死んでいってる気がするよな。別に人は死なないし、でも妥協すればするほど自分は死んでいくよな。そうしたら最後何にもなくなっちゃったときがさ、困るじゃん。あれ、いつの間にか、自分なくなっちゃった。なくなっちゃった。ああ。やっちゃったみたいになったら困るから、なくなっちゃったになったら困るから、うん、困るよね。俺は困る。まあみんな困らないからね、妥協するんでしょうけど。いやいや、そういうわけじゃない。なるべく妥協はしたくないけど、いろんな問題があって妥協してんだよな。わかるよ。あ、わかるわかる。わかってないですね。うん、絶対にわかってません。はい、わかってません。嘘、わかってるよ。俺だって妥協しちゃうもん。本当はあれだよ、あれが欲しいのよ、 AirPods Pro。 でも3万円ってさ、働いてないと買えないガキだからな。あー、大人みたいなガキだな。欲しいものは大人なくせに。でも俺働きたくないな。そこまでして働きたくねえもん。別にそんな欲しくないしな。もうめちゃくちゃ辛い仕事してまで欲しいものじゃない。でもやっぱりさ、仕事してる人はどんな人でも最低年収1億いった方がいい。2、3億くらいもらった方がいい。税引かれて。働いてるのってやっぱめっちゃすごいこと。なんで億もらっていいよね。なんでもらえないんだろう。やっぱクソだな、日本ってな。うん。いやー、まあ、1000万は絶対にもらった方がいいよ。2、3000万稼いだ方がいい。で、そっから税引かれて、税うぜえな。税うぜえ。まあまあ、置いといてね。置いといてすっ飛ばしたんでね、二度と話題には出ませんが。そういうね。
ダジャレみたいなことでね、え、何今のダジャレって言うやつはいないけど、よくよく考えたらいないんだよな、そんなもの。ないんだよな。あるけどないってことでしょ。そんな気色悪いもんなんて存在してちゃいけないから。うん。存在してちゃいけないんだよ、今思ったやつな。税に、税、税うぜえよなって言ったら、え、何今のダジャレって思ったやつは存在しちゃいけないんだよ。でもその部分だけ存在しちゃいけないだけで、お前自体の存在が存在しちゃいけないんだよ。お前の言うその発言とか思考回路、考え方をまあ消せばいいだけで、お前がなくなればいいなんて一言も言ってませんから。情緒が不安定だ。それが俺だしな。薬飲むまでは治んねえよ。うん。ということで、さすがにね、極限の空腹状態なので、ご飯食べよう。何食べよう。自分のチンポ切って焼こう。あ、ちょっと、まあ、別に今の金玉見えてないけど、俺のね、太い太ももでもスクワットしてちょっと細くなってるんですけど、いや、スクワットいいわ、これからも続けていきますっていう嘘をつきました。絶対にスクワット二度としねえかんな。うん、嘘、今する。ということで、もう30分なので、飯食ってスクワットして、スクワットちょっとして飯食べまーす。じゃあ今日も楽しかったな。まあ、30分とか45分でやると無限にできるわ、雑談最高。学校の授業と一緒。やっぱ人間の集中力45分らしいからね。うん。45分に1回やめていくわ。おちんぽーってなわけで。あざした。